今回新しくチームやったジョリーが本気のやつをいきたいと思います。いつもウリタさん気に入ってるカバンがあるんです。そのカバンを多分今日ウリタさんの撮影内容聞いたらいつもみたいに街ブラでトークするやつだったから、俺のチャンネルでトークしながらこう街を歩いてる時にジョリーがそのカバンをひったくってほしいです。おお、はいはいはい。で多分ジョリーってバレてるから、絶対そのウリタさん俺のチャンネル見てくれてるから、だからその覆面かぶって本気でひったくってほしいって言ってほしい。ちょっとじゃあひったくる練習するっすわ。俺ウリタさんの真似するアンボチャンネルは本当はあの時間にルーズだからな。本当に頼むよ、てめえこの野郎。いや、バカにしてるです、バカにしてる。あの、ワンタレは、はい、あの後に、はい、実はすごい責任感じちゃってて、はい、自分が、はい、今ここでせっかく勉強してるから、はい、おいっ、はい、ああ、そうかそうか、さっき言ったやつか。びっくりした、ね、はい、これはジョリーへの実は逆ドッキリなんです、今回。なるほど。僕ね、いつもこのアホのメンバーたちに何回も何回もドッキリを仕掛けられてて、で、よりなんか巧妙になっていくって言ってんですよ、手口が。で、今回ちょっと、その中でも一番の悪ガキジョリーが僕に対してちょっと舐めてるんかぐらいの頻度でドッキリ仕掛けてくるんで、ちょっとこっちはね、一発めちゃくちゃ怖いやついったろうと思って。なるほど、なるほど、はい、それであのウリタさんのカバンをジョリーはひったくるんですけど、で、その後に、まあ、ウリタさん普通にひったくられるんですよ。で、あえて驚かずに、はい、で、ジョリーがただその返しに来て、これドッキリでしたみたいな感じでジョリー来るんですけど、ウリタさんそこで、ドッキリかよみたいな感じの、はい、いつものウリタさんの感じで、まあ、軽く怒る感じですね、その時は。で、カメラじゃあ終わりましたで、ウリタさんが愛用してるカバンに少し傷がついてると、ちょっと汚れてると、あの大事にしてたカバンが。で、そこでもうカメラ止まってる体なんですけど、まあ、それ隠しカメラかなんかでちょっとそれはやるんですけど、そこでジョリーに本気で切れてます。引きずりましたんで、はい、まあ、新宿に埋めましょう、はい、なるほど、はい、ウリタさんの街で、ウリタさんの街、新宿に処理を埋めて見たドッキリ。びっくりした、びっくりした、いや、びっくりしたけど、あいつ多分めっちゃうまいこと言ったと思ってね。でもこの後、ガチ切れられると思って。稲妻をね、よろしくお願いします。今、イシエントにめっちゃいい話。黒のカバンかっこいいの、はい、黒っか、こいつ何やった。あ、気づきました、さっきなんか変なことありませんでした。あれお前だったの。一緒だ、なんかね、仮面ライダーだけで格好してる。ジョリーなの。そうだ、はい、初対面で何だよ、カバーを見つかったらっていう、ちょっとなるほどね、そうだ、そうだ、お返しします、お返しします。びっくりしたね。じゃあまあドッキリ大成功ということで、ありがとうございます。よかった、お疲れ様です。お疲れ様でした、お疲れ様でした。緊張しました。この動画がいいなって思わんかった人は高評価よろしくお願いします。
この動画を見てジョリーのこと気になる人はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。なんか結局日本ならあれじゃない、なんかブレイキングダウン出た方がいいと思う。そういう面では向いてると思う。出るんやったら出ろって言うんやったらじゃあお前と出てみる一回。でもなんかお前なんかスター性ないし、なんか圧とかもないし、なんか10人2期よりなんかネタキャラでいいんじゃない。なんかおもちゃみたいに、なんか、うん、だって俺別に表に出ようとしてないもん。俺は一応ね、この枠で言ったら、まあ、さっき言っとくけど、うん、まあ、清水さんのモデレーターね。わかる？わかる？こんなにモデレーターさせてんの？仕事できるからな。ごめんな。ええー。いや、仕事できるできないよりなんか、人柄でしょ、まず。誰のライブで。この場に上がって、相手に対して陰キャとか言う人にモデレーターさせてるんだ。ちょっと見る目ないね、清水ちゃん、やっぱ。陰キャのないんじゃない？陰キャのモデル。ないんじゃない？ほら、もう。陰キャー、みたいな、もう明らかにお前だろって感じの陰キャ笑いしちゃってるし、もう。どうすればいい、この、ほら、もう黙っちゃったし。いや、もうなんか、いろいろ論点ずれすぎて、ちょっとなんかなーっていうのがなぁ。あのね、ジョリー。まあ、暴言とかって言うてるけど、まずな。モデレーターちゃん、モデレーターちゃん、まずは、その、なんだろう。ジョリー、うん、市民さん守ろうとしてあんま上がってこない方がいいんじゃない。前もなんか、TikTok とかのさ、ライブとかで俺見てたけど、結構。あ、そうなんや。うん、君がなんかすごい相手をなんかバカにしたみたいな感じやってるけど、うん、そんな相手に対してそんなことできるような立場じゃないから、君。あんま勘違いしない方がいいと思うよ。あ、今言った。だって、明らかに君って頭悪いじゃん。うん、別に。なんでお前俺の学歴知らんのにさ、そんなバカにできるの？だって、21歳で相手に対して陰キャとか暴言吐いてる人とか。逆に今もそうやで。お前も最初声おじいちゃんって言うけど、逆にな、うん、それ俺が嫌がってるとしたら、一緒やで。お前も悪口やで。声がおじいちゃん。え、じゃあ俺も一緒ってことは、じゃあ君は、レベルが低いことをしてる自覚はあるってこと？はい。まあ、そのところで言ったらレベルは一緒なんじゃない？あ、違う違う、はい。レベルが一緒なの分かんないけど、はい、レベルが低いってことは認めるのかな。はい、清水さん、すいません、どうぞ。話をさせてください。はい。かわいいな。ちょ、清水ちゃん、ここみんな来るよ。これ。これ定番だから、ここで、清水ちゃんが俺に対してなんか煽ってくるのが、いつもの花配信の定番で、みんなで畳みかけるっていうのが定番だから。あ、来た。どうぞ。どうぞ。はい。5分後にご飯行かなきゃいけないから切るよ。2分で。だから2分で片付けて。自分後にご飯行かなきゃいけないから一回配信切らなきゃいけないの。でも君たちは争ってるけど、かわいそうだから2分あげる。2分でこうキュッと丸めてポッて終わって。はい。てか飯行かなくてもいいんじゃないですか。難しいこと。うん。てか飯行かなくていいんじゃない。なんなら、そう、飯行く行かへんわ。それ以上太ってるんだから。勝手なんだからって、勝手なのは当たり前な上で、は、うん、もう、アホすぎるんだけど。え、そっち勝手だから何？俺はあくまで提案を述べてるんだけど。意味がわかんない。提案を述べて、じゃあ、ここね、ある程度なんかしましょうねって。じゃあ、こういう行動したらどうですかっていう風な提案に対して、いや、その人の勝手なんだからみたいな。明らかにもう友達いないムーブでしょ、こんな。ありがとう。だけど、もうそもそも決まってんねんから。決まってるってどういうこと？行かなきゃいけないってなってんねんから、別にいちいち提案する必要性もないわけ、ね。行けなきゃいけないっていうのは、あくまで、うん、うん、清水ちゃんが、その何？うん。なんかどっか、そういう予定があっただけでしょ、あくまで。今からそういうことをしますよっていうような。で、行くっていうことがもう決定してるから、それやったら。あ、だから自分の中ではでしょ？え？あ、だから、例えばね、俺、うん、私あの子が好きだから、国立に行くんだっていうふうな決定事項に対してね。うん。あ、いや、まだやめといた方がいいんじゃないっていうふうなことって。うん、それとこれとは全くもって関係ないやん。だって国立に行くんじゃないの？関係ない理由どうぞ。関係ない理由どうぞ。さ関係ない理由どうぞって、もう全くもって全然関係ないやんか、これに関しては。もうさ、あんま行きがらない方がいいよ、モデレーターなんだっち。なんかな、なんかちょっと、なんだっち。質が落ちるというか、配信の。
配信の質が落ちるというか、君みたいな、ちょっと、まあ、酔っちゃ悪いけど、本当頭が悪くて、まあ、障害者くんは、ちょっとあんまちょっと出てこない方がいいし、表舞台に。本当にその通りで、まあ、ブレイキングダウンで地の底に落ちてほしいって日経くんみたいなんか。本当に、あ、必要だなって感じだけど。はい、これ。これが21歳です、みんな。これが21歳です。笑ってあげてください。みんな笑って笑って、21歳。21歳。うん、怖いわ。アカウントが配信して、ジョーと戦って見といてあげるから。なんて？ジョーのアカウントで戦いな。ってこと、ブレイキングダウンで俺 VS ジョーが始まるってこと？誰が見たいねん、マジで。あ、ハラスメントした。バイバーイ。あ、よくわかりませんでした。なんかもう論点ずれすぎて。聞いて。また。はい、年齢制限だって。彼、年齢制限。あいつ、未成年やったんや。いました。ねえねえ。まあ、ね、そういうことですよ、清水さんでも。年齢制限で消えちゃった。もう、正味な話、そういうことっすわ。なんか、ね、もうなんか、長かったね、戦い。いる飯行かなきゃいけないから行くけど。なんで俺のアンチが湧くん？